ロレスリングドアザ・セカンドナビゲーション2017開幕戦夢メッセ宮城石館ホール。お前はジュニアのジャンプか、違うのか、じゃあいいや。Okay, what's up?
分40秒片山美奈ね、後藤家氏石森太一君の勝ち。ね、今日はパートナーがね、小峠だったんで、もう伝わったですし、それに向こうもね、そんなに、まあ今回ね、初戦、シリーズ初戦だから、そこまでね、手数は出してない感じが見えたんで、はい、いやでも、ね、やっぱ面白いですね、はい、動きが速いし、なんつうのかな、ちょっとルーツも似てる感じするし、うん、やっぱり、うん、もうちょっとやってみたい相手ですね、やっぱり。それがなんか試合を重ねるたびに感じるんで、はい、博多までが何戦か当たる機会もあるんで、はい、もっともっといいものが見せられると思います。そして勝つのは俺たち弘樹と一緒です。やった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 もう
ヘビーのベルトを GH ヘビー級のベルトを持ってまた宮城に帰ってきます。いよいよこの時間がやってまいりました。今からマイバッハ谷口が大事なことじゃないね、無意味えんなことを今からマイバッハ谷口が言って、このムイビーの大会を締めくくってくれます。皆さん大きな拍手でお迎えください。塩崎さん、大原さん、このタイトルマッチ頑張ってください。俺も二人に負けないようにこれからもどんどん突き抜けていきたいと思います。どうもありがとうございました。あと個人的に熊野ですけど、今日の戦いだってなんか自分のこうプロレスの方向性みたいなのが出てきたんじゃないのかなって思う。まあ今日はね、まあ、こういうログイン大会だったんで、まだまだじっくり当たれてはいないけど、3月11日の横浜軍手に向けてね、あいつなりにこの長いロフ、あいつなりに考えて、方向性を打ち出してきたんじゃないかなって、まあ、いい打ち出しですね。今日はしっかりあいつの受けましたから、ちょっとは抜いてきました。ただね、あと2回かな、3回戦勝戦あるみたいだから、次はね、こっちが仕掛けていって、あいつがどういう反応するかっていう、今日とはまた別の戦い方をして、あいつの反応を見たいと思います。ただ、いい兆しを感じました。自身の横浜軍隊の GSC のタイトルマッチをかけて、いいスタート選手、いい出足が足を運べたんじゃないかなと思いますね。彼は彼で、顔に打ち込むトランスキックも対応している部分もあるので、ね、それはそこで今日スリーカウントを決めたことに自信が持ってたんじゃないかなとは思いますけど、まあ、俺はそんなんでは決まんないし、そんなんで、スリーカウント取られる気もさらさらないし、ただ、俺がスリーカウント取って、
中島勝彦の今日の戦いをね、始まりにするのも終わりにするのも分からないですけども、彼がベルトを取るだけです。